氷河は掃除球での戦いの最中、ジェミニのアナザーディメンションにより異次元へと飛ばされてしまう。しかしシュンがジェミニを倒したことにより異次元から抜け出ることに成功する。氷河が落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントである老子が守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。その人物こそアクエリアスのゴールドセイントカミューであった。アクエリアスのカミュー、なぜあなたが天秤球に？あなたは欧米球を守っているはずでは。そうそう、本来ならご老坊の老子が預かるこの天秤球だが、老子は長い間ロザンを動かれん。いわばここは無人の球。その無人の球になぜあなたが？氷河、それはお前をここで食い止めるためだ。どうした氷河、なぜ剣を打ってこない？進むためには私を倒さなければならないのだからな。できません。死であるあなたに剣を向けることはできない。甘いぞ氷河、その甘さがある限り私には勝てる。おとなしく引き返すのだ。氷河よ、私がこの無人の天秤球まで降りてきたのはお前を力ずくでも止めるためだ。それでも進むというのならこの私を倒さねばならないのだからな。それはできません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなどこの氷河にはできない。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマが遠ざかっていくのがわかる。マーマの船が沈んでいく。海底の一番深いところへ。あそこに落ちてしまったらもう誰も近づくことはできない。マーマ、ママ！何も持たないこの氷河にとって唯一残された大切なものだったのに、それをなぜ？黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流している。お前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。それが悔しければかかってくるのだ。いくらあなたであっても許せない。たとえ誰であろうと俺からマーマーを奪う権利はない。やっと決心がついた氷河。ダイヤモンドの力か。戦火に同じ技は通用しない。ダイヤモンド、戦火に同じ技は通用しない。ダイヤモンド、戦火に同じ技は通用しない。ダイヤモンド、そうはかん。それだけ。俺はここだ。オレ、ダイヤモンド、通用しない。それだけ。ダイヤモンド、そ
その程度か。おれ、そうはかん。無駄なことだ。高速の動きをする相手に俺の剣はただすり抜けるやはりお前には無理だ。と言ってくれている。この程度でこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやろう。何？両腕のパーツが水亀の形に。くらえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな、ヒョウガー。シリュウ、セイヤ、お前も感じたか。ああ、ヒョウガのコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさかヒョウガの命が燃え尽きた。許せヒョウガよ。お前がこれ以上進んでいったとしても、必ずや他のゴールドセイントによって倒されていただろう。だが他のゴールドセイントに殺されるよりは
せめて死とも言うべき。私の手で葬ってやりたかった。ヒョウガ。最後にお前の棺を用意し、その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇っても、この無人の天秤宮で永遠にさらばだ、ヒョウガよ。Thank you.